ラマ島は、香港の離島区に属する島の一つ、人口約1万人。香港島の西南に位置し、中間から高速船で20分ほどで、洋樹湾、または、湖湾に到着できる。香港島南部の香港港から北住村、経由洋樹湾行き、片木立湾経京油湖湾行きのフェリーもあり、距離は近いが30分程度かかる。香港随一の透明度の海水浴場があり、 カシロッジに泊まって観光に来る若者が多い。海鮮料理が名物で大手の海鮮料理店は中間やチムシアッチから自前の高速船で予約客を無料で運ぶサービスを行っている。また、イタリア料理、茶山町などの観光客向けの洋食店も多い。昨古湾には洋食以下だと漁船を使って展示、イベントを行う観光施設漁民文化村、天皇病 日本軍が一時使ったという紙風洞がある。島の西側に香港電灯の南火力発電所があり、煙突3本が遠くからも見えるほか、風力発電装置も設置されている。島内には海水浴場が2カ所あり、いずれも水が澄んでいて困ないが、幼児湾の船着き場からは遠く、それぞれ徒歩、約20分と40分かかる。足髭城海水浴場。ありがとうございます。